をひたひた火にかけます。圧力鍋で20分、普通の鍋なら3、4時間。味噌味噌味噌手前味噌、うちで作ろううちの味。お味噌味噌味噌手前味噌、うちの数だけ味噌の味。ボウルに麹を入れまして、上から塩を振りかけます。素手で何度も混ぜたなら、麹のとてもいい香り。味噌味噌味噌手前味噌、うちで作ろううちの味。お味噌味噌味噌手前味噌、うちの数だけ味噌の味。大豆が煮えたら開けまして、一生懸命つぶします。塩と麹も混ぜまして、丸めて団子を作ります。味噌味噌味噌手前味噌、うちで作ろううちの味。お味噌味噌味噌手前味噌、うちの数だけ味噌の味。団子を樽に投げ入れて、素手で平らにならします。塩をまぶして蓋をして、夏を越えたら出来上がり。はい、味噌味噌味噌手前味噌。